笑わない科学者と魔法使いシリーズは、内堀祐一による日本のライトノベル作品。イラストは100円ライターが担当。劇作家を本業とする著者の小説デビュー作である。第3回ノベルジャパン大賞奨励賞受賞作、オセロを解題し、2010年4月1日に、HJ 文庫より、第1巻、笑わない科学者と時読みの魔法使いの表題で、刊行。以後、 シリーズ化され、全3巻が刊行された。略称は、加賀真穂。大学で物理学を専攻していた、大倉康介は新学期を目前に入居していた、アパートの更新手数料支払いを迫られ、一旦は大学を中退して、実家の八百屋を継ぐことを決意した。ところが、所属しているゼミの教授、沖野島よりある条件で高級マンションの一室を、 家賃全額免除で用意すると持ちかけられ、中退の危機を免れる。沖ノ島が提示した条件とは、木花の咲夜美名の末裔で、魔法使いを自称する少女、咲夜の世話をすること。康介は、科学を志す者として、初対面の年はもいかぬ少女が魔法を使うと言われても、最初は、実感がわかなかったが、自然界に、あまねく存在する精霊の姿が見える咲夜の話を、 聞かされるうちに、精霊の特徴に、分子の結合と共通点が存在することを見出し、昨夜が習得した魔法もいずれは、科学的に説明が可能となる現象ではないかとの、確証を抱く。ところが、昨夜に、日本の未来を予言させる、ジオミの追難を行わせるべく暗躍する秘密組織、リニエッジ機関の魔ュが迫り、二人は、 同時期に機関が起こした新宿界隈の連続神隠し事件に嫌をなく巻き込まれてしまう。笑わない科学者と時読みの魔法使い2010年4月1日初版 ISBN978 から4から798600338笑わない。 科学者と神ほどきの魔法使い2010年8月1日初版 ISBN978 から4から798601038笑わない科学者と咲く花の魔法使い2010年12月1日初版 ISBN978 から4から798601540ありがとうございます